ってくるよ。なんだ、一瞬の晴れ間だったの。晴れたり曇ったり今日は忙しいでございますね。そりゃチェーンにオイル全然差してねえかもしんねえ。結構もうカラカラじゃない。古川方面どうだろう、雪降ってないだろうね。なんか雪マークついてたんだよな、内陸部。あーでももう暖かいでございますね。さすが3月も半ば。あー温度計つけてこなかった。どうもポリプロパラピレンです。今日は中途半端な天気でございますね。明日にしても本当に世の中新型コロナウイルスで持ちきりですね、本当にね。さすがにあのトイレットペーパーはちょっと参りましたわな。本当にこんなクソい中の石巻ですらもトイレットペーパーだなんだ、紙製品ね、すっかりなくなってたもんな。今はまあぼちぼち並ぶようには なってきましたけどね。あと株価もえらいことになってますな。あれナスダックで2000ドル最大の下げ幅とかでね、史上最大の下げ幅とかっつってたもんね。一応ナスダックもなんかストップ安みたいのあんですね。俺知らなかったな。無制限に下がるのかと思ったらやっぱストップ安みたいのあんだね。そうだな、あれなかったら怖いもんな本当に。まあでもああいうのもまあ出来レースっつうか上の方じゃもうあれなんだろうね、話取ってんだろうね。じゃあ空売りしようかみたいなさ、せーのドンみたいな絶対あるよね。インサイダーじゃ、インサイダーとは言わないけども、なんていうの、談合的なさ、じゃあ今日は一発みんなで一斉に入れときますかみたいなね、証券会社グル君でね、絶対あるよね。もう私はもう株にはすっかり懲りて、もうすっかり、一銘柄だけね、もうなんか10年ぐらいほったらかしてなるけれども、もう株価見るのも嫌、これなんか随分ロングだな。株価見んのも嫌だもんね。嫌だっていうかもう見る気も起こらないもんね。前席は昼夜問わず、昼に株式、夜に為替みたいな感じでやってたのが、嘘のようだもんな。今日は何度ぐらいなんでしょうね。あ、5度だ。こんなもんか、やっぱ。あら、晴れてきた。よかった。なんか、やっぱ晴れてくると、バイクも乗ってても楽しいというか、気分的に高揚してきますね。ここはもう、畑もなんか段取りし始めてるな。ここは田んぼなのかな。田んぼじゃねえか。白柿は4月ぐらいからかな。いやー、いい。お天気がいい。そう、そうだ、そうだ。最近にあの、なんだ、YouTube の片山良純さんっていうのかな。元 GP レーサーって言えばいいのかな。バイクのね。なんかちょっと最近ハマってて。ずっと YouTube 追っかけてるんですけど、なんかすごいなんかライディングに関してね、ライディングというかなんかこう人生そのものがすごく哲学的なこう考え方で、バイクだけじゃなくなんかこう人間としてもね素晴らしい人なんですけれども、なんかちょっとしたバイクのテクニックの講座で、例えばなんだその S 字の切り返し、左から右の時に左コーナーからこうパタッと折り返して右にバイクを倒す時に、要は左に舵を切ってる状態でハンドルの左側をピッと引いてやると右にこう展開するというね、本当かよなんて半信半疑なんですけども、いざも実際乗ってみてやってみると本当に起きるのね。怖いぐらいに、どういう理屈なのかちょっとよくわかんないけども、考えようと思って、考えてもなんかこう意味がわかんねえんだけど、例えば今左だとすると、今右にハンドル引っ張っただけでわかります？右引きますよ、左に傾くでしょ。そう、曲がりたい方向との反対側のハンドルをちょっと引っ張ってやるとキュッと曲がりたい方向に倒れるというか傾くというか、これどういう理屈なのかね。ちょっとなんかタイヤとか見ながらもやってみたんだけど、いまいち理屈が分かんないんだよな。つい例えばこれ右コーナーだとすると左ヒュッと引っ張ってやると、ほらキュッと鬼のように傾くでしょ。はい、今度左コーナーだから右をキュッと引っ張ってやると傾く。面白いねこれね。こういう特性っていうのは言われなきゃ分かんないね。これ癖つけとくとあれかな、もしかするととっさの時なんかこう危険回避の時なんか役に立つのかなってねちょっと思ってるんですけども、あと例えば思ったよりもタイトなコーナーだなーって時に、そのコーナーに対して反対の舵をキュッと引っ張ってやると、引いてやると
もしかするとさらに倒れ込むというかね。でも結構ああいうそういう時って結構ね、気持ちの問題というか気持ちがダメだなと思ったら意外ともうダメだよね。どうしてもそのぶつかるであろう方向を見ちゃうよね。あれ見ちゃうともうそこ行くよね絶対。これまた人間の心理というか面白いもんでね、いけるってこう信じればいけるんだろうけど、ダメだなと思ったらもうなんか知らないけどもう全部クラッチ切ってブレーキ踏むみたいなさ、そんなぐらいしかできないよね。私もほんととっさの時ってクラッチ切っちゃうもんな。なんかやっぱりなんかこうスローモーションというかね、時間がゆっくり流れるみたいなさ、あれは何なんでしょうね。やっぱ久々だからまったり乗ろう、なんか歩道を感じながら乗ろう。私の好きな回転数は2000回転あたりかな。この辺のムズムズ感がいいでございますな。なんかやっぱ本当だな、今左コーナーでさらにこうさっきの言った通り右に引っ張ってやるとさらに倒れ込むね。なんでなんだろうな、これ理屈がわかんねえ。二輪の乗り物って面白いですわな。不思議だねこれまたね。そういうなんかこう物理的な特性ってのは面白いですわな。なんかね、例えばなんだっけ、あの FF の車でさ、コーナー切っててさね、え滑った時に、まあ雪道なんかちょっとわかるんだろうけど、でちょっとオーバーステア気味の時にアクセル抜いてやるとタックインとかつってこう切れ込むっていうかね、なんかそういう特性あるじゃないですか。もうちょっとうろ覚えで本当かどうか忘れちゃったけど、タックインね、面白いよね。なんかそういった意味ではこの反対に切ってやるとこのさらに回りたい方向に傾くっていうのはなんか面白いね。これ本当二輪ならではの特性だな。バランスの乗り物っつうのかなんかね、何なんだろうこれ。もう本当だよ、どうしても右コーナーではやっぱ体を右にねこう移して、ハンドルもやっぱり右に切ろうと思うんだけどやっぱできないんだよね。右コーナーでさらに右、難しいな。これはちょっと一つ勉強になったな。ちょっと癖つけようか。なんかまだね、曲がる方向の反対側っていうのはやっぱりこうちょっと体に叩きつけておけないと、いざとなるときちょっと考えるもんね。これが自然にできるようになったらすごいな。これなんだっけ、何川っつったっけ、江差川なんだっけな、何川っつったっけな、忘れちゃったな。エアイ川、そうそう、エアイ川。いやこのテクニックちょっと癖なるな、目から鱗だわ。あ、ゆっくり引っ張ってもやっぱ切れ込むね、面白いわこれ。前はさ、なんかこういろいろ試したんだけど、例えば曲がってる方向のステップにちょっと荷重かけてやると傾くとかね、なんかいろいろ、ああこうなんなんだみたいなこと試したことあるけど、この技は効果てきめんだな。笑っちゃうぐらい切れ込むわ。うわー、もうかなり来たね。もう一息だな、もう一息でしょ。もう道路のセンターラインも引っ張り終わって、あと何があるんだろう。その先ができてねってあれだけど、はい着きましたよ。おなじみっちゃおなじみだけど、どんどんと、もう駐車禁止ってなってるよ。バイクはいいんだけどさ、バイクでもダメってか、俺が止めるから。やっと着きましたよが、あ、そっち映っていい？はい、失礼いたします。注文いい？はい、どうぞ。ネギ味噌ラーメンの大盛り、はい、以上ですか？以上、はい、はい、はい、これで、